いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、秋田名産シリーズですね。竹谷製パンより2019年12月1日に発売された、バナナポート、あまおういちごジャム。こちらをご紹介したいと思います。ソフトなスポンジ生地で、いちごクリーム、バナナ、あまおうを使用したいちごジャムを包みましたという商品です。濃厚なあまおうのジャムとバナナのハーモニーをお楽しみくださいという、美味しいいちごの季節になりましたね。ということで、まあ、これに書いてるとき、福岡県産あまおういちごのジャム使用という、そういうのってるんですけど、これさ、いや、あまおうのいちごジャム使用してるって、あの、福岡県産であまおう作ってる人は知ってるんだろうか。知らないそうな。秋田県ソウルフードになってるなんて知らないだろうな。一包装あたり336キロカロリー。炭水化物は 37.9g。こちら目安です。ようなものとなっております。はい、このあとまして、乳成分、卵、小麦、大豆、リンゴ、バナナとなっております。いちご、いちごパッケージですね。では、開けていきたいと思います。そうね、もう生地までいちごにしちゃう後に。あ、でもこれ、隙間からこんにちは。はい、こんにちはです。行きましょう。はい、こんにちは。いただきます。うん、ほら、新鮮なバナナです。すごいね、バナナとイチゴのハーモニーは鉄板ですね。うん、こういう風になってますよ。うん、まあ鉄板ですよね。でも、もういいんですね。まあこれとしてはあと、もうどこまで外までいちご、生地までいちごが使わせられるかっていうところに変わってくるかなと思います。ぜひ秋田に来た際はこのあまおういちごジャム、期間限定です。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなっていう方はチャンネル登録、高評価、カレンダーも見てくれれば上田喜びます。では。